さあ続いてはワクワクベルテックスです。今回は特別編でお送りします。はい、今日はベルテックス静岡の近藤亮太選手、そして武田龍馬選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。ようこそ。よろしくお願いします。いやお二人ね、もうまず当たり前なんですけど、はい、背が高いな。背が高い、スタイル抜群ですよ。抜群ですね。それぞれ何センチぐらい？僕は身長190センチ。ああ、いいですね。はい、武田選手は？僕は178センチ。178センチ。高いですね。いいですね。そのぐらい欲しいな。でな、なんと今回近藤選手、はい、髪のね、はい、髪が色がね、ちょっとね、はい、青いですよ。素敵。これあれですよね。もちろんここに、はい、トコちゃん意識して合わせて、トコちゃんカラーにね、してくださったそうなんですよ。本当にありがとうございます。本当ですか？気分です。あ、気分。結構なんかコロコロ髪色がね、染まっておしゃれですよね。いいですね。はい。はい。まあそんなにお二人に今日はいろいろお話を伺っていきたいんですけどね。はい。まずそれぞれチームメイトからまずまあ、何と呼ばれているか教えていただけますか？はい、僕は普通に亮太って呼ばれてますね。はい、下の名前で、はい、そうですね。なんかニックネームがある？そうです、ね、ブースターさんたちからはコンタって呼ばれたり、はい、はい、まあ、名前で呼ばれたりもするんですけど、可愛、はい、いいですね。今日はじゃあどうしましょう、コンタさん。今日はコンタって感じで大丈夫ですか？はい、はい、武田選手は？僕は名前の龍馬って呼ばれてますね、はい、チームメイトにも、はい、ブースターさんからも。あ、ブースターさんからも、はい、じゃあ龍馬さん、龍馬さん、龍馬選手、コンタさんと、コンタさんと龍馬さん、はい、はい、よろしくお願いします。それぞれお二人に、そのまずベルテックス静岡に、まあ、加入したきっかけというか理由っていうのはあるんですか？うん、はい、そうですね、僕は地元が静岡県出身で、はい、去年大学を卒業してアーリーエントリーで3エンデオフェニックスに入ったんですけれども、はい、まあ、修行っていう言い方したらあれですけど、プレータイムが欲しくてこちらに移籍してきて、なおかつそうやって静岡に新しくプロチームができるということで、静岡のためにということで帰ってきました。はい、はい、ね、嬉しいですね。コンタさん、湖西市の、ね、はい、出身で、常葉大学なんです ね、 そうですね、はい、同じでした。本当ですか？はい、親近感が、はい、すいません。ありがとうございます。そして武田選手は？僕は昨シーズンは、はい、今 B2 リーグに所属している信州ブレイブウォリアーズというチームで練習生をやらせていただいたんですけど、はい、でベルテックス静岡には今シーズン始まる前にトライアウトがありまして、うん、そちらを受けさせていただいて合格をいただいたということで、はい、加入させていただきました。はい、龍馬さんは長野県出身ということですけれども、ね、静岡にゆかりはこれまであったんですか？これまでは全くないですね。どうですか静岡は？海がとても海が、ね、本当に綺麗ですよね。はい、お刺身とか、ね、海のもの食べました？たまに一回お寿司屋さん、はい、連れていただいたことがあって、はい、感動しました。あ、よかった。そう言っていただけると、ね、私たちも嬉しいですよ ね、 はい、はい、そして近藤選手よく、ね、マスコットキャラクターのベルティと、はい、仲良しと、はい、見ます見ます、なんかわちゃわちゃしてますよね。わちゃ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 。はい、ベルティの魅力ってどんなところですか？そうですね、普段は見れないんですけれども、モフモフのお腹が、はい、お腹が本当に柔らかいんですよ。はい、で普段はユニフォームで隠してるんですけれども、はい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 、脱がすと脱がせられないですね。柔らかい毛がモフモフですね。たまらないですか？たまらないですね。白井さん、ウェルティ触ったことありますか？そうなんですよ、ないんですよ。前スタジオ来てくれたじゃないですか、はい、その時ちょっと私いなかったのでお会いできなかったんですけど、はい、いや可愛いなと思ってて。もうね、可愛いんです。今回モフモフふわふわ ですよ、ね、グッズなんか欲しいんですけど。グッズに、カムスグッズも可愛いですよね、はい、タオルも最近ね。あ、そうですね、可愛いですよね、はい、ですタオルもやっぱモフモフしてるんです。タオルもきっとモフモフしてると思いますね。B3 のマスコット総選挙っていうのがありました、うん、それで、はい、見事1位を素晴らしい、すごいですね、はい、すごいですよね、はい、選手皆さんもね、負けずにちょっと続いていただきたいですね。じゃあぜひね、はい、そのお二人の魅力も伺いたいんですが、うん、はい、得意のプレーや持ち味を教えてください。そうですね、僕はスリーポイントシュートが武器で、うん、外から、まあ、2点よりも3点っていう時に、
思いっきりシュートを打つのことが武器ですね。はい、かっこいいですよね、スリーポイント決まると。ですよね、やっぱり盛り上がりますしね。ヨマ、うん、はい、さんどうですか。僕はスピードが武器なので、はい、スピードを使ったドライブだったりが得意ですね。うん、スピード感もね、迫力があってね、はい、いいですよね。はい、はい、そしてね、まあ、その練習ももちろん今さっき伺ったらほぼ毎日練習されているということだったんですけども、はい、うん、その練習チームの練習以外で何か特別に取り組んでいることみたいなのがありましたら教えてください。うん、そうですね、やっぱりバスケット走りながら接触もあるスポーツなんで、うん、ウェイトトレーニングをして体を作ったりとか、はい、まあ、走力も鍛えなきゃいけないんで走り込みをしたりだとか、うん、そういうことに時間使ってますね。うん、やっぱ体幹とか大事ですかね。そうですね、当たり負けしないためには大事ですね。やっぱコート近くでね、はい、見てると音がね、ぶつかる音がすごいですもんね。はい、武田さんは。僕は時間を見つけてはテレビゲームしてますね。テレビゲーム どんなゲームを。今はプレイステーション4でモンスターハンターをずっとやってます。借りに行ってるんですね。借りに行ってるんですね。やっぱそういうのを参考にしながら、はい、イメージトレーニングして試合とかでも生かしてる、はい、仮の動きを、はい、試合に生かそうと。生かせるんですかね。生かせてますか。生かせてます。あ、よかったです。それならいや、きっと龍馬さんなりのこれはね、はい、盛り上げてくださってですね。そうですね、はい、本当はちゃんと裏でいろいろコソ練とかやってやってるかもしれません。きっとやってると思いますけれどもね、はい、まあ、今シーズンいろんなトレーニングも積み重ねて、はい、ここまでもう何試合もねやってこられたと思いますけれども、シーズン振り返っていかがでしょうか。はい、そうですね、今で言ったらそれこそコロナで試合ができてない状態なんですけれども、うん、まあ、今正直負け越しちゃってるのが現状なんですけれども、うん、初年度にっていうチームとしてはいい経験ができてるシーズンになってるんじゃないかなと。まあ、勝っていい時もあれば負けて、辛い沈む時もありますけれども、うん、全てがいい経験だなって僕は感じてます。はい、はい、山さんは。まあ、今近藤選手も言った通り負け越していて現在中断期間という厳しい状況なんですけど、はい、1月にヘッドコーチが変わってラシードがヘッドコーチになってからまだチームのケミストリーを築き上げている状態なので、これからどんどん良くなっていくと思いますので、はいはい、チームもね、いろいろ変わってるね、時と、ね、いうことで。はい、そしてお二人ともまだ若い、とても若いんですけど、はい、まあ、若手ということでどんな形でチーム盛り上げていきたいとか考えてますか。そうですね、まずは若手らしくいじられることでチームを盛り上げればですね、はい、あとはコートの中で言えばそれこそ若いからエネルギッシュにパワフルにプレーして、うんうんうん、もちろん選手チームメイトももちろんですけどお客さんも盛り上げれればそれが一番だと思います。うん、なんかコンタさんはこう先輩もいじっているイメージがあるんですけれども。そうですか。僕そうですね、いじったりもしますけど、はい、いじると倍ぐらいになっていじり返されますね。返される、はい、いい雰囲気なんですね、チームがね。そうですね、はい、武田さんは。僕は先輩方へのだるがらみで、はい、だるがらみ、はい、先輩もすごく寛容なんだなっていう感じもしますし、うん、仲が良さそうですね。はい、そんなベルテックス静岡ですけれども、先日静岡市へマスクを寄付されたということで、はいはい、1万枚もこちらですね、はい、うん、されたということですね。お二方は、ね、いらっしゃらなかったそうなんですけども、はいはい、やはりね、新型コロナウイルスの影響で試合の方もすでに3月いっぱいの公式戦は中止となりましたけれども、お二人はどうでしょう、パフォーマンスへの影響は感じてますか。そうですね、たくさんのお客さんの前で試合ができないっていうのはモチベーションとしてはちょっと辛いんですけれども、そうやってさっき話した通り新体制になってまだ今チームを作ってる段階なんで、まあ、不幸中の幸いと言いますか、うん、また新しくチーム力を成熟させるいい時間になってますね。はい、まあ、ポジティブに、ね、考えてちょっといい時間を ね、 そうですね、過ごしたいですよね。はいはい、山さんはどうでしょうか。そうですね、やっぱり上手くなるには練習しかないと思うので、この期間をポジティブに捉えてみんなでチーム力上げて成長していければいいなと思ってます。はいはい、そうですね、はい、ぜひね、ちょっとまあ、すっきりというか、うん、しっかり収まってからね、思いっきりプレーみたいですよ ね、 そうですね、はい、で最後にお二人ブースターの皆さんにメッセージをいただきたいんですけど、まずは近藤選手からお願いします。はい、そうですね、今コロナで試合ができてない状態ですが、
まずは皆さん安全第一を考えていただいて、健康でシーズン再開が決まった時にはまたアリーナをオレンジ一色に染めて僕たちを応援していただければと思います。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ武田選手お願いします。今はシーズン中断という厳しい時期が続いていますが、まあ、選手は日々成長を、日々成長するために練習を頑張っていますので、これからも応援よろしくお願いします。はい、皆さんね、応援よろしくお願いします。ということでね、今回はベルテックス静岡の近藤選手、そして武田選手にお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。以上、ワクワクベルテックス特別編をお送りしました。